こんばんは。6時のニュースをお伝えします。5年前に起こった10億円強奪事件。この番組では3年にわたり事件に大きく関与したとみられる男を追跡してまいりました。そして追跡取材3年目の今日、大きな展開を迎えたとのことなので、そちらの模様をご覧ください。本日なんですが、番組が長年追い続けた10億円強奪事件について大きく関与したとみられる男が、仲間とみられる女とこれから接触するとのことで、これからその男を追跡取材したいと思います。男がよく姿を見せる場所の近くで待機をしていると、男が来ました。だいぶキロキロしている様子に見えますね。ちょっとこのままバレないように追いかけようと思います。男は周りを警戒しているのか、だいぶキョロキョロしながら時折スマホでマップを見ながら歩いている様子。今からどちらに行くんでしょうか。見失ってしまいました。探しましょう。見失った男を探していた次の瞬間、あ、TCB。 TCB ってあの有名な美容外科だよね。いや、私最近気になってて、というのも見ての通り私ってクマがすごくひどくて、化粧でも隠せないレベルで悩んでるんですよね。よし、行きましょう。ということで本日は予定を変更して TCB にクマ取りをしに行きました。はい、本日お世話になるのは TCB 東京中央美容外科自由が丘院。よろしくお願いします。今日は目の下のクマがお悩みということでご覧いただいたんですけれども、はい、クマ自体は本当になんか割と子供の頃からもともと目の下にクマがあるような体質で、睡眠不足ですかとかって疲れてるのかなとかって周りから心配されたりするのがちょっと気になっちゃって、あまりにもクマがひどすぎて、これを消すにしろこうめちゃめちゃコンシーラーが厚塗りになっちゃって、クマが取れたらこう目元のメイクとかももうちょっとちゃんとやっていけたらいいなと思います。コンシーラー厚塗りするとそれが刺激になってより色素沈着みたいな形でクマが悪化する原因になりますので、今のクマの状況を確認させていただきますので、はい、ちょっと実際に触らせて触診させてくださいね。はい、では目線だけ天井を見ます。上に行って、もう一度僕の方を見てください。目の下にこう凹凸があるんですよ。凹凸があって、そこがこう膨らんでいるところは光が当たって影、下の下影になってしまう影クマって呼ばれるもの。まず一番優先すべきはこの目の下の凹凸をなくしていくのが目の下のクマの治療になっていきます。今のところどうですか、何か聞いておきたいこととか、これわからないなっていうこと何でも結構です。何かあったらぜひお願いします。麻酔自体は痛みとかっていうのはもちろん痛みがゼロっていうわけではないんですけれども、うん、限りなくその小さいものになるかなと思います。手術後にその切ったところが痛むとかいう痛みとかはもちろんちょっと麻酔が切れてくると歯を抜いたら後みたいな感じで、うん、この目の下からじんじんとこうズキズキとしたような形がある時がたまにありますけれども、うん、TCB では痛み止めをしっかりお渡しますので、それぐらいの目でいただければ痛みなくなりますので、はい、それしか飲んでいただければ、大体はピークはね1日2日ぐらいです。わかりました。ですので長いことずっとズキズキ続くということはないですので、それは安心してください。手術の後に例えばこう鬱血しちゃったりとか、ちょっとコンシーラーとか塗ってこうメイクをすぐにしちゃっても大丈夫なものですか。大丈夫です。もうみんな直後からこうコンシーラーしてもらっても全く問題ないです。はい、安心しました。ありがとうございます。また何かわからないことだったら何でも教えてくださいね。はい、いよいよ施術直前です。どうなるのかなって不安もあったんですけども、先生がすごく丁寧にいろいろ説明してくださったので不安は取り除かれた状態で施術に挑めそうです。どうなるのかすごく楽しみです。はい、施術が無事終わりました。私が一番不安に感じていた痛みとか恐怖に関しても、もう施術中になんかこう看護師さんが麻酔かける時も肩をポン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 って叩いていてくれてすごく安心しましたし、先生も行動を起こすたびにこう一言一言丁寧に言葉をかけてくれたりする、とても優しさあふれる施術で、もう本当にありがとうございました。はい、ということでですね、この後私のこのクマがどのように変化していくか1週間後にスタジオで生披露したいと思います。
私もすごく楽しみです。それでは皆さんスタジオでお会いしましょう。はい、ということで私施術を受けて1週間後なんですが、こんな感じでクマを取ることができました。今で施術後1週間なんですけども、びっくりしたのが目の下、目頭から目尻にかけて涙袋のラインが出てきてて、そして全体的に顔も明るくなったので、もうメイクするのが本当に楽しくて、これからまた時間が経ってどんな風に変化するかすごい楽しみです。いやー、すごく変わりましたね。施術はすごいですし、同じ悩みを抱えている方々に大変おすすめなんですけども、取材は？だからこうして。いや違う、僕が言ってるのは追跡取材の方なん。ちょっと待ってください。スタッフさん、誰も気がつかなかったんですか？急に福屋が TCB に入るなんてよくわからないですよね。なぜあそこで誰も止めなかったの？はい、ということでTCB の公式 LINE からこちらのクーポンが発行されています。初めて行く方限定みたいなので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。追跡取材は追跡以上ニュースをお伝えしました。